いやー最高の1週間でした。やっぱりこの1週間はね、自分の中でこう仕事にやりがいを見つけて、取り組めた1週間だったなというふうに思ってます。3月6日月曜日、今週は金曜日に東京に行きます。そこまで頑張ります。今日も最高の一日です。よし、やっぱ分かったんですか？迷ったけど。原料飯。はい、思ったっす。めっちゃいいなと思って。はい。ただいま。疲れた。いやー、疲れた。いやー、ちょっとあっという間でしたね。普段、こう動画を出してて皆さんに、もっと慎太郎の顔を映してほしいとか、慎太郎が普段どういうことやってるのかもっともっと映してほしいみたいにいただくんですけど、ごめんなさい。もうね、あっという間に一日終わりすぎてね、動画撮るのさえ忘れちゃうぐらいなんですよ。っていう、もっと自分映せよっていうね、多分今突っ込んでくれた方いると思いますが、ちょっと頑張って、これからちょっと増やしていくんで、温かく見守っていただければなと思います。風呂入ります。今日最高の一日にします。3番のジャスミン茶で茹でた、はい、豚のガーリックソースお願いします。かぼちゃの小豆がけ、はい、お願いします。タイニーズシーザースパサラササスパ、はい、4番でお願いします。はい、うまそう。しいけど若干高いかもしれない。しっかり剥げるの雑。ジャークチキンカレー。はい、今からサウナです。マジ疲れた。
岡山に行ってきます。相談して。はい。めっちゃあったかいね。涼しい。最高。はいはいはい。それまでだったらだいぶついてんのかなと。大阪に帰ります。あと5分後にね、 WBC 初戦の中国戦が始まるらしいです。新幹線だから見よう。うい。ただいま。おかえり。ただいま。おかえり。ただいま。ただいま。おかえり。今日も最高の一日です。東京に行きます。でもなんかマジでうまそう。これお
本語弱いんですよ、マジで。マジで弱いんですよ。はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。いやー、最高の1週間でした。やっぱりあのこの1週間はね、自分の中でこう仕事にやりがいを見つけて、取り組めた1週間だったなというふうに思ってます。ちょっと忙しすぎて、まあ、自分の方がなかなか映らないみたいなのもありますけども、そうやってご要望もね、ぜひあのコメントなどいただければと思います。で、今概要欄に貼ってるんですけども、慎太郎の無料相談会とゴール設定会議でもやってますので、ぜひチェックしてください。では飛行機乗ってきます。また来週。